ミシュレジュール・ミシュレは19世紀フランスの歴史家、ルネサンスの造語者、パリのタラシュが生まれ、印刷業者の父の仕事を手伝いながら勉強に励んだ。リセシャルル・マーニュを経て、1819年に文学博士となり、1821年にアグレガシオンに通り、1827年に高等、師範学校の歴史学教授となる。ビコの歴史論。 哲学の影響を受けた。1830年の7月革命を境として、応答カトリック的立場を離れ、自由主義に転じた。1831年、国立古文書館の歴史部長。1834年、ソルボンヌ大学教授として、偽造の講座の代行者。1838年から、コレージュとフランスで教授となり、教弁を取った。これ以降、 民主主義的、反共権的になり、保守化した、当時の支配者、ルイ・フィリップや、体制側の偽造批判を行った。1848年に2月革命が起きると、熱狂的に支持した。1852年、ナポレオン三世への宣誓を拒否し、コレージュド・フランスの教授の地位を追われた。晩年は陰性し、博物史シリーズなどを著述。その歴史記述の手法は、過去、 生き生きと再現し、つまびらかに描写することにあった。また、国家、政府や人物を倫理の象徴のように思わせるところにも特徴があった。歴史の中での民衆の動きを捉え、アナール学派にも影響を与えているとされる。なお、フランス史第七巻において、フランスのルネサンスについて記述しており、これがルネサンスという用語を学問的に使用した最初の例とされる。 イエールで死去し、パリのペールラシェーズ墓地に葬られた。ありがとうございます。